豊中市立図書館は、大阪府豊中市が設置する、公立図書館の総称。図書館9館、図書室2室及び、動く、図書館からなる。単館として立っているのは、岡町図書館、野端図書館、小内幸町図書館であり、ほとんどの図書館は、公民館、子ども園、介護予防センタースポーツルームとの複合施設で、ホタルガイケ図書館は、 再開発ビルの中に存在している。太平洋戦争中の1945年3月22日、890冊の雑書と20冊の雑誌で、豊中市役所内に豊中市立図書館が開館した。戦後の1947年11月1日には、桜塚元町3丁目6番地に移転して、独立館となり、1948年4月1日には、 専任職員を置いた。全国に約300ある図書館の中で最小とも言われたが、最新の運営方法である、開花式を当初から採用したことで注目を浴びた。1948年4月19日には、連合国軍軍西部民間教育情報部によって、豊中 CIE 図書館が併設されて開館。1949年4月には、灌外貸し出しを開始している。 1950年には図書館条例と図書館規則を制定して図書館協議会を発足させた。1951年10月には移動図書館事業を開始し、1952年9月には豊中 CT 図書館を閉鎖して大阪アメリカ文化センター豊中文館を設置した。1955年9月には大阪府市長下クライブラリー、 豊の文室を設置し、1958年9月には、大阪アメリカ文化センター、豊中文館が廃止された。1958年に、岡町北五丁目12番地の大阪府、豊中保健所が移転すると、豊中市は保健所の建物を購入して改修し、豊中市立図書館は1959年1月に移転開館した。本館は、 木造瓦原武器2階建てであり、他施設も加えて、計339.35坪だった。豊中市在住者、豊中市に通勤、通学している人を対象に、一人、図書、雑誌、紙芝居、カセットテープレコード広報ビデオ、広報 DVD は10点、CD は4点、映画ビデオ DVD は1点まで、合わせて10点の貸し出しを行っている。貸し出し期間は、 二週間である。インターネットサービスとして、サイトからでもパスワード登録さえすれば、予約、予約状況の確認、貸し出し状況の確認、貸し出し延長、メールアドレスの登録ができるようになっている。赤ちゃんの駅として、おむつ替え、授乳する場所も各館に用意されている。岡町図書館には、世界50カ国、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、スペイン語、 フランス語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語の子供向けの本、およそ7000冊を揃えている、世界の子供の本の部屋がある。2009年3月にホームページをリニューアルした。2017年7月1日からは、各自治体の公立図書館、図書室との広域利用制度を実施している。貸し出し冊数は5冊。貸し出し期間は2週間。また、 2017年7月1日より、大阪市在住の人は、庄内図書館のみ貸し出し利用が可能である。広域利用の繊維2017年6月30日まで、豊中市の住民は、水田市立千里図書館、千里山、西寺図書館、江坂図書館で貸し出しを受けることができる。水田市の住民は、千里図書館、高川図書館、東豊中図書館、 はっとり図書館で貸し出しを受けることができる。それ以前、千里図書館と、蛍ヶ池図書館では、見直しの住民も貸し出しを受けることができ、豊中市民も見直し立西南図書館、茅野の南図書館で貸し出しを受けることができる。千里図書館、高川図書館、東豊中図書館では、水田市の住民も貸し出しを受けることができ、豊中市民も水田市立千里図書館、 千里山、サイラ図書館、江坂図書館で貸し出しを受けることができる。ありがとうございます。